今日はビビファッションチームの平沼さんの購入品を見せていただきたいと思います。平沼さんのもとへ直撃。わー、平沼です。今日は平沼さんが最近買ったものっていうテーマでお話を伺っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、最近めっちゃ買い物したので全部見せていきたいと思います。一つ目、このガニの大好きなガニのグリーンのニットを買いました。V ネックなので結構中に入れるものでいろいろ遊べるところがお気に入りです。あと私は色のトップス買うときに下のデニムが多いんでデニムが合うかをよく気にしてます。これはマジでバッチリなのでめっちゃお気に入りです。2つ目、めっちゃ綺麗な中に着てるこのサイクルのセカンドスキンのトップスも買いました。これはなんかちょっと線画みたいな、ちょっと面白い柄で1枚で着るのちょっと勇気いるんですけど結構メッシュだから、このニットに合わせて着るのは結構やりやすいので皆さんおすすめです。なんか不思議柄でめっちゃ可愛いですよね。うん、かわいい。サイクルはこうかわいい不思議な柄がいっぱいあるので大好きです。あと袖からちょっと出したりしますけど、おしゃれ。ありがとうございます。こんな感じで、はい、ここにある派手なものをご紹介します。すごい色です。はい、お願いします。じゃん、ラストフレームってブランドの、バッグを買いました。すごいなんかコーデの差し色になっていいかなと思って、ピンクのバッグ持ってなかったから結構気に入りに使ってます。なんかね、一見小さいんですけどこれ、ね、リブでめっちゃ伸びるから、実はパソコンとかも入っちゃうぐらい。たくさん入れても大丈夫なんですか？大丈夫です。結構分厚いから。なんか最近この間ね、スナップをしたおしゃれな人もラストフレームのバッグ持ってたんで真似して買いました。すごい主役になりそうなアイテムですね。この冬、平沼は、巻物に超ハマってます、こういう首に巻くもの。この冬用に2つ買いました。1つ目、じゃーん、じゃーん、アリーズのマフラー。なんかさ、ちょっとなんだろう、サッカーのチームのやつみたいなお気に入りです。これまたすごい派手。服は地味めな時が多いので今日はノリんだけど、物は派手にすることが多い。これ9,900円ぐらいなので、結構手ごろでおすすめでございます。かわいい。他にもね、いろいろ柄でしたので、どこから見ても分かりそうでしょ。続きまして、ヘイリーズっていうイギリスのブランドのロゴ。またロゴだ。私ロゴばっかですね、この辺。ロゴのマフラー買いました。こっちの方が、ちょっとベーシックだから、いろんな服に合わせやすいです。カラーもないけどめっちゃ大人っぽくないですか？すごい。そうね、書体がそうだからかもしれないです。巻くだけでコーデにポイントができるので重宝してます。続きまして、この間編集部の先輩の木村さんと、あとスタイリストの中野さんと一緒にノースフェイスでカスタムしてきました。カスタム、そう、これデナリっていうシリーズでフリースのジャケットなんですけど、カスタムしたところは大きさをまず普通のなんだ L サイズよりも身幅を広くしてて、ちょっとダボっとした感じで色々作ってます。あとこのここジップとここと、このロゴ、ここを紫にしてみました。まあなんかベーシックじゃベーシックなんだけど、ちょっとだけひねりがある感じ。すごい、そんなとこまで変えれるんですね。すごい楽しかったです。ぜひ、行ってみてほしい。渋谷とかでできるので。行きたい。最後。はい。じゃん。じゃん。この間、クリスマスの六本木を一人で、イルミネーションの中、一人で歩いてて、ふらふらーっとギャルソンに吸い込まれてた。コーデギャルソンのバッグです。じゃん。これは、キラキラですね。そう、私は本当にシルバーのものに目がなくて、もうゴールドより断然シルバー派なんですけど、なんか派手なんだけどどの服にも合うからシルバーが好き。確かに馴染んでます、めっちゃ今も。あとデニムに合うんですよ、また言うけど。確かに。
じゃん。汗が大好きなんで、うん、確かに買いました。じゃあ大きい、トートが多かったから、うん、ちょっとカチッとしたかわいいバッグが欲しいなと思ってお仕事に使える。ちょうどパソコンも入る。すごい、なんかおしゃれ系やのにめっちゃ入りそうじゃないですか。これもお仕事を頑張る女子におすすめ。仕事頑張る女子。強い味方です。はい、部屋の間だったものでした。バイバイ。ありがとうございます。ビビ、はい、では今日はビビ編集部の木村さんの最近の購入品を伺いたいと思います。もうちょっとでここら辺を絶対通りかかると思うので、今私待ち伏せしてるんですが、ちょっとそろそろ足音が聞こえてくるかも。木村さんが、お、木村さん、木村さん、ちょっとどこも行かせません。何何何、いやいやいや、ちょっと私ずっと待ってたんですけども、ここで木村さん の,、はい、の購入品を、はい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 、紹介していただこうと思いまして。はい、買いました。買いました。そういえば最近買った、まさにこれ、お、ちょうど嬉しかった。ちょっとお高い目なんだったんですけど、ハイクっていうブランドの、はい、ボアのコート。あったかそう。これちょっと中がメッシュで、すごい。そう、だから寒いのかなと思ってたらめちゃくちゃあったかくて、うん、あったかそう。そうなの、すっごいあったかいんですよ。しかもなんか膨れてないですよね、ボアへの。そうなの、ボアなの。それがすごい。なんか定番なのね、ハイクでも定番ですごい、うん、あの名品って言われていて、ユナイテッドアローズで購入したんですけど、あ、こっちか。ユナイテッドアローズで購入したんですけど、なんかもうすぐなくなるんで早く買った方がいいですよっていう店員さんの言葉に、そうですよねってなって、はい、買いました。すぐに可愛いのあったかくて、すごい今もうびっくりしすぎて今すごい汗かいてる。すごい熱い。ちょっと驚かしてしまいました、はい、先輩を。あとこれもだ、これもです。リーのオーバーオール大好きなオーバーオールいつも着て、いつも着てるよね。はい、このテープリザーなんですけど、内側がちょっと分かるかな、こうなってんの、レザーじゃないのに内側が、だから熱くない、あの、あ、 汗とか多分かいてもベタベタしないっていうか、ちゃんと機能性もある。どっちもオーバーオール好きの方が私結構オーバーオールって子供っぽくなっちゃう印象あるんですけど、全然そんなことないですよね。あ、そう、でも多分それ私結構モノトーン好きで、でモノトーン選ぶからかもしれない。あの、そう、黒オーバーオールが結構多くて、黒とかだったら結構気にせず、黒とか白とか、であとヒールに合わせるとか、確かにするといいかもしれない。あとあんまりダコダコしたオーバーオールだとちょっと子供っぽくなる。ちょっと大丈夫ね。ちょっといいのかななんて思ってます。なんか素材珍しくて可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、あともう一個ある。まだ、すごいすごい、すごい。最近買ったの、なんか買ったの。これ、私金属アレルギーで、で、結構、なんかひどくなっちゃうんですけど、なんかこれなんかね、あの、インスタ広告って。金アレにも大丈夫って書いてあったから買ってみたら、セネっていう。CNE でセネっていうブランドらしいんですけど、医療用の金属使ってるから結構平気っていうので、で大丈夫かななんてつけたら全然平気で、金属アレルギーの人たち皆さんぜひ、多分しかもすっごい安かった。どれくらい、ちょっと忘れちゃった、忘れちゃったけど、でも多分2,500円で本当にすっごい安かった。お手軽、確かに。そう、だからなんかトライするにもいいなと思って買ったら結構良かったっ。普通のおしゃれな普通のピアスやと思ってましたし。そう、良かった、そう見えてるなら、でも本当にそうなの。だから皆さん、もし悩みの人いらっしゃいましたら、すごい、なんか、さすが、さすがって感じですね。ただ可愛いだけ、おしゃれなだけじゃないアイテムをたくさん紹介していただきました。すいません。最後に、はい、いい感じです。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとコンビニにお邪魔しました。ありがとうございました。バイバイ。
てて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 て